アメリカの経済誌フォーブスが2020世界高所得セレブ100を発表。1位は女優のカイリー・ジェンナー、23歳。5億9000万ドルを稼いだ。BTS、防弾少年団は47位。お笑い芸人パクミョンス、セルフカメラで撮影した2週間の自主隔離生活を20日放送のチャンネル A ケピョダグイで公開。女優チェリム、中国俳優ガオズーチーと離婚報道。ユンホ、来年1月にソロアルバム発表と報道。約1年7ヶ月ぶりのカムバック。ソンミ、Mnetの番組で境界性パーソナリティ障害を告白。5年前に診断。放送後、ファンコミュニティにだいぶ良くなりましたと綴り、ファンを安心させた。美容整形番組レッド美人で史上最高と言われる整形に成功したホユンさん、8年後の近況が韓国で話題。整形当時20歳。整形して男性の態度が変わった韓国は外見至上主義だと思った整形に後悔はない。コンプレックスがなくなってよかった。スカパラ谷中敦志、-2期との思い出ツイートが話題。2期くんのポスターを渋谷で発見。背も高くなって年々格好良くなる2期くん。彼は以前スカパラの2016年のツアーのステージでパフォーマーとしてパラダイスハズノーボーダーでダンスを披露してくれました。